肉じゃがを作るコツ3選をお伝えします。皮を剥く前に切る、真ん中に向けて切ってください。もう火ついてないまんま、ここから約5分ぐらい見た感じ肉が柔らかそうな感じで、肉崩れも味が染みてて美味しいです。どうも、仕出し割烹重吉料理長の斉藤です。今日は、板前歴20年の僕が教える究極の肉じゃがを作るコツ3選をお伝えします。肉じゃがは簡単な調理法なんですけども、その分作り方が大事になってきます。僕の味付けが基本甘めになっていますので、ご飯にもお酒にも合うように仕上げておりますので、最後までご覧ください。まず材料を紹介していきます。じゃがいも2つ、牛こま 200g、糸こんにゃく 100g、玉ねぎ1個、人参が1/2、絹さや5枚程度、あと顆粒だし 5g、 お酒醤油が大さじ3、砂糖が多めの大さじ2.5、あとみりんが 0.5、 大さじ 0.5 です。それから水が 300cc。 では、野菜の皮を剥いていきます。玉ねぎ切っていきます。コツは、皮を剥く前に切る。皮を剥くと、皮だけを先に剥くとちょっと面倒なので、こうしといて芯を取って剥くと、こっから剥けるんで剥きやすいです。切るコツなんですけど、火の通りがやっぱ均一になるように大きさを揃えて切っていきます。じゃがいもが主役なんで、まあガッツリ玉ねぎはくし切りですね。こんな感じで真ん中に向けて切ってください。で、人参も、まあ、じゃがいもの大きさほど、じゃがいもより硬いので乱切りでちょっとこんな感じで、絹さやは筋を取って、最後の色味に使うので後で茹でてから切ります。糸こんも長いので一口のサイズにカットします。肉もちょっと大きいと食べづらいのでザクッと切ります。じゃあ炊いていきます。火ついてないまんま、さっき切った材料を入れます。鍋に入れます。ここで一つ目のコツが、水と顆粒だしから砂糖のみで炊いていきます。あくまで強火ですね。で、沸いたらアクを取りながら、甘さを含ませていきます。沸いたら中火ですね。先に砂糖で炊く理由なんですけども、具材に、甘みを含ませといて、美味しさを際立たせといて、そこに最後醤油とかで調味料を入れて味をのせます。で、少し溶けてきたら、混ぜてやって、お酒と、みりんですね。みりんを入れることでも、肉崩れがちょっと防止になるので、なかなか入れないと思うんですが、入れてみてください。この状態で、どれだけ炊くか。こう、沸いてきまして、全体的に沸いてくると少しアクが出てきます。こんな感じで、そのアクを先に取ってあげて、で、真ん中まで沸いてきたら、そこから約5分ぐらいちょっと砂糖を含ませてあげてください。ちょっと含ませておいてから醤油を入れます。ちょっと具材の頭が見え始めたら、3分ぐらい経ってるので醤油を入れます。ちょっと乾かないように真ん中を開けて、クッキングシートで落とし蓋をしておきます。こうすると全体的に汁も回りますので、汁が回って味が染み込みます。で、ここで2つ目のポイントが、この落とし蓋をしたまんま醤油を入れてから混ぜないのが2つ目のコツになります。煮崩れの防止ですね。じゃがいもとかが崩れてしまいますので、なるべく触らないように。弱火にして5分経ちましたので、肉を最後加えていきたいと思います。ちょっとこれを残し気味にしておいて、ちょっと触っちゃうんですけども、肉の場所を開けます。これがコツの3つ目ですね。最後に肉を入れて肉をジューシーに仕上げる。
あんまり最初から炊いてるとやっぱ硬くなってしまうので、これ肉を入れたいです。でこうちょっと広げて、その時にちょっと色目の絹さやも一緒に最後いきます。肉の方に汁をやっといて、肉に火が通るまで煮込みます。弱火のまんまですね。見た感じ肉が柔らかそうに見えますね。肉に火が通ったら完成です。では盛り付けていきます。こんな感じで煮崩れもしてませんね。でもうちょっとここにタレ絡ませた肉ですね。で、もうちょっと染み込んだ味がお好みの方は一回冷ましてからもう一回火を入れてもらえるとしっかり味が染みてきますのでやってみてください。はい、完成です。では、食べてみたいと思います。いただきます。じゃがいもから、味が染みてて美味しいです。きなこ肉もですね、これ注目のお肉ですね。柔らかくて私好みに仕上がっております。でちょっと甘みにしましたんで、ご飯にも合うと思いますし、お酒にも合うと思いますので、ぜひ試してください。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。重吉では北海道から沖縄まで全国400店舗を連携しまして、お客様に晴れの日の特別な体験としてお料理をご提供させていただいております。他のお弁当屋さんとは違います。懐石を器でご家庭までお届けしておりますので、ぜひその特別な、体験をしていただければと思います。気になる方は概要欄からお問い合わせください。お願いいたします。チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ありがとうございました。